はい、おはようございます。10月14日の相場解説になります。まあ今ね、もう行き過ぎるぐらいバイで入りましょうということでね、昨日も呼びかけさせてもらいました。実際今週はバイに入って大きな利益を積み上げていることは、まあ事実なんですよね。まあそれで、相場解説、いわゆる予測の方もその通り、まあ、まず当たっている。まあドンピシャとまで行かなくてもね、大筋で当たってまして、多分、セルで取ろうなんていう考えの人はいなかったんじゃないかなと思うんですよ。だから、バイ一辺倒で良かったでしょ、うん。で、ここからなんですけども、さらにバイに入ってもいいかなと思ってるんですよ。今ちょっと横バイ基調ですよね。ですから、まあもう一発ぐらいね、深追いをしてやってみようかなと思います。ちょっと相場を見てみましょうか。デイリーの方から確認することになります。こちらです。前もお話したんですけど、ここを抜けて、ここを抜けて、で、黄色いところも抜けていきました。で、ここで N を書いてズバッと上の方に上がっていったんですよね。文句なしのこの移動平均線も急上昇、倍の方以外は考えられない動きになってます。ねえ、ここでもね、上昇トレンドがこういうふうにありましたけども、それが抑えられて横ばいの方に入った後、ズバッと上の方に行きましたよね。この勢いってのは、今113-361ですけども、114に向けてまだ伸びるというふうに考えてよろしいかと思います。ちょっと勝負してみましょう。バイの方で入るタイミングを探っていきますよ。もうまあ、どこで入ってもいいんですけどもね。こんな形になって、ちょっと横ばいに入ったわけですよ。ここが。だから、バイの方で仕込んで、横ばいの次ってのは必ずブレイクきますからね。で、上昇トレンドがこれ、全然終わってないですから。こう来て、こう来て。ね。上にしか行ってないでしょ、もう。押し目作って上の方行って。ズバッと、うん、ですんで、こっから下落することを考えるんじゃなくて、もうトレンドに乗っていくことですよ。ここまではっきりとしたトレンドだったら、もうね、今から入っても遅いんじゃないかなって考えれるところもありますけども、まあでもね、じゃあここで入れたんですかってことですよ。ここで入れたんですかってことですよ。ここで入れましたかってことですよね。で、今までバイでどこかで入れたんだったら、もう利益は積んでるわけですから、その利益の半分でも使ってこっからバイでエントリーしてもいいんじゃないかなっていうのが私流の作戦ですからね。4対6ですよ。はい。今、横ばいです。うん。横に入って、下に下がるようであって、上の方に上がるけども、上がりきらずにまた下がってるよっていうところで、ふら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 してますよね。移動平均線も、この1時間軸を見ると、収束しちゃってますよね。収束からちょっと下向きになってます。だからこそ、倍に入るには、いいところじゃないかなと思うんですよ。で、一旦113円。ギリギリ112円の980あたりまで下がった時に、そっからまた上の方に伸びていきましたよね。だからまあそういう形ですよね、思い出すの。ここ。ここで、ここではまあ入れないにしても、このあたりで入れたでしょってことなんですよ。行き過ぎるぐらい、深追いするぐらい倍で行きましょうっていうふうにね、昨日申し上げたわけですから、ここでも入れたと思うんですよ。で、入ってれば今含み益ですからね。もう同じです。もうこっからでも、倍で入って OK だと思いますよ。で、逆にこのぐらいね、トレンドが傾いてる時に入る勇気がなければ、大きく勝つことってもうできないんですよ。だってロスカットを引けばいいわけでしょ。リスクリワード 3.1 ですよ。大きく上に行くことを望んで、テイクプロフィットラインの3分の1のロスカットラインを設けてれば、3対1の勝負ができるわけですよ。このリスクリワードが、ここまではっきりと出てくるのは、このトレンドが一直線になってる時しかありえません。今週はずーっと倍だったじゃないですか。だから、まだまだ、バイで追っかけていきましょうというのがね、今日のお話でございました。それでは、以上です。